冬に焚き火をするのはバカですか。チェーンソーマンのエンディングテーマを歌っていることで有名な歌手のあのさん、テレビ番組で友人から焚き火に誘われ渋々行ったが、わざわざ暖かいところから寒いところに行ってそれで温まるなんてバカみたいな行為と発言したことがネット上で話題になっています。キャンプが好きで冬に焚き火を何度もしている俺から一言言わせてくれ。正論です。昔は寒い冬こそキャンプの醍醐味やとドヤ顔で語ってたこともあったけど、どんなに防寒頑張ってもやっぱり寒いし、焚き火に当たってても顔とか冷たくてなんかゆっくりできないし、まあ、最近なんか寒い中キャンプするのがしんどくなってきて、家であったかいコーヒー飲んでスプラトゥーンやってた方が楽しいかもと正直感じています。まあ寒い時にやる焚き火は格別だし、好きな人も多いからバカっていうのは違うと思うけど、言いたいことは正直かなりわかる。あったかくなったらキャンプしようっと。としみのニート。